おやすみネットです。さあ集まれどうぞり実況続きやっていきましょうか。今回はですねこちらバージョン 2.0 で追加された新格、ものすごい量じゃないですか。なんかねバリエーションリメイクとかのバリエーションも含めたら全部で9000種類あるらしいんですよね。まあ9000種類全て俺も確認したわけではないんですけれども、まあバージョン 2.0 で追加された家具の中で、まあこれ本当におすすめだな、みんなに紹介したいなって思った家具をピックアップしましたので、今回はそちらの紹介動画やっていきたいなと思います。ちなみにですね本日11月11日新しい家具っていうのかな、スペシャルな商品で、シーズン商品ですね、千歳飴が追加されました。11月20日までです。七五三は子供が3歳、5歳、7歳を、まあ、無事に迎えられたことを祝う行事。千歳飴は長い棒のような形の飴で、子供が長生きできるようにという願いが込められている。七五三か、あんま経験したことねえな。これですね、千歳飴が追加されました。ぜひぜひ皆さんこちらの家具を手に入れてみてはいかがでしょうか。どう、俺が持つと俺似合わねえな。千歳飴、あ、ちゃんと千歳飴って書いてあるわ。っていうのが、まあ、最初に紹介したかった部分なんですけど、それはそうと置いといて、まず今回一番最初ですね、ちょっと素朴な DIY の作業台も置きつつ、これもしまって、ちょっと順番に紹介していきますか。まずね、新しく追加されたもので、まあ、これ良かったなって思うものは、まあ、スタンド看板とかは、まあ、こういうのありがちじゃないですか。まあ、今まではね、メニュー看板とか、まあ、サンリオの看板とかしかなかったんですけど、まあ、今回ね、新しくスタンド看板とかいろいろ出てきたので、まあ、ここら辺良かったなーって感じる点なんですけど、サンプルケースとか結構いいですよ、これ。地味に使い勝手が良くって、いや、これね、小物が入れられるんですよ。例えばなんだっけとか、入れるだけで芸術品なのかなとか美術品なのかなとか思うようなこともできます。これね昔のシリーズからあるわけではないのか、飛び降りからだったかな、新しく追加されてたんですけど、松森にはね今までなかったから、これか、銅のおうちトロフィーとかを飾ってみたりしたら、まあ、かなりね高級感が現れるんじゃないでしょうか。っていうのが1個目の紹介、2個目の紹介とプラスね、ケーキショーケースとか熱いよな。ちょっと真ん中の部屋行きましょうか。よし、真ん中の部屋にやってきました。そろそろこういう樽類をどけて、ここに出してもいいんじゃないか。ケーキショーケース、カフェのパラソルテーブルとかは、まあこれ絶対外だね。絶対外に出したい家具ナンバーワンじゃない。さすがに小物類は置けないと思うんですよね。置けないよな。カフェなパラソルテーブルですね。食材大こんにゃく、食材大こんにゃく、あ、これか。いや、なんかすごいなって思って、いや、これちょうどね匠ライフで、まあ、日替わり商品で売ってたんですよね。いや、集まれ動物りの植物考える係の人ってこんなんだったっけって思ったりして、これケーキショーケース、まあ似合いますよね。レストランとか、まあこういったカフェ部屋とかに似合いますので、ぜひぜひね、こちらのケーキショーケースとかもやってみてください。かなりね、追加されましたよ。ただ、その中でも、これ本当に誰でも使えるなって思ったものが一つあって、カーテンのパーテーション。これすごいですね。なんか今まで、カーテンって変えれなかったじゃないですか。まあ壁紙によっては違うものが出てくるんですけど、カーテンの手前側に置くだけで、こうなるんですよ。なんかカーテンを開け閉めできるようなイメージになってるんですけど、なんとこちらリメイクができるようになっています。カフェなパラソルテーブルとかもできるのか。カフェなパラソルテーブルだったら、うわ、結構多いな。上が変わるのか、商品は変わらないんだね。あのコーヒーと本と植物の商品は変わらなくて、カーテンの、パーテーションですね。アイボリーか、ブルーか、レッドか、グリーンか、まあ、ピンク、ライトブルー、ブラック、アヒル柄、パターンを選ぶ。もしくはマイデザインから選ぶことができます。パターンを選ぶとかだったらな、結構いろいろと汎用性はありそうですね。お寿司とか、まあ、子供部屋だったらこういうのじゃない？子供部屋とかだったらこういうのありですね。アヒル柄とか、まあ、ブラックかな、俺は。ブラックにしてしまえば、例えば壁紙で今まで使ってた、壁紙がね、これか、青い小花柄の壁紙、これを使ってたんですけど、これには似合わねえなって思った時に、まあ、これバージョンで
カーテン変えたいなって思った時は、このカーテンのパーテーションを使ってしまえば、まあまあまあ、あの黒瓦のね、カーテンになるんじゃないかなと思います。いやまあね、集まれどうつりって結局ハッピーホームデザイナーか、ハッピーホームデザイナーってカーテン変えれたんですよね。まあカーテン変えれたから、集まれどうつりでも変えれるだろうって思ってたら、まさかのね、あの壁紙と一緒のセットになってしまってたから、まあなかなか変えれる機会っていうのは少なかったんですけど、こちらのねカーテンの、まあ、パーテーションを使ってしまえば自分好みのカーテンにすることができるんじゃないでしょうかっていうのが今回の動画の内容だったんですけれども、なんかさ、ちょっと久しぶりに島整備やらない？わ、なんか適当に持ってっちゃったな。あ、公園がさぶっ壊したじゃないですか、前回前々回で。そんなぶっ壊した公園になんかとっておきの家具が出てきたんですよね。まあそちらもねついでに、まあ、紹介したいなって思っていて、いやこれマジで助かるなって思った家具が、シマトネリコ。これすごくない？シマトネリコ、なんか高級住宅街にありそうなやつ。シマトネリコをこっち側にも配置したらいいのかな、それともこういった、いやここか、いや何個でも配置していいんですけどね、シマトネリコとか。あ、ちなみにさっきのカーテンのパーテーションはたぬき商店でも売られることがありますので、まあ、もしもねまだハッピーホームパラダイス購入してないよっていう方いらっしゃいましたら、まあ、たぬき商店で見つけた際に購入してみてください。シマトネリコ、もう一個注文したはず。シマトネリコ、シマトネリコあった、シマトネリコね。住宅街に絶対似合うくない？あるよなこういうの、すげえな考える人、開発人。いつまで俺ハロウィン気分なんだ。ここまあいいか、シマトネリコここ置いといて、そしてここですね、食材大こんにゃく置いとく、ビビらしていく。ちょっと峰島観光来た人ビビらしていこうか。ここ置いて、まあ、あとねカフェのパラソルテーブルに関しては、カフェのパラソルテーブルはカフェでしょう、カフェに置くしかなくない？いやすごいな今回9000種類を全部合わせて、9000はえぐいな。まさかそんなに登場するとは思ってなかったから、まあ全部把握はさすがにできんかったけど、いや本当に多いなっていう印象はありますね。これ置いといて1マスずらすか、1マスずらして、よし、そしてもう1マス向こう側に行けない、ここも通れない、不便、不便だな。もう1マスこっち来れる、ナイス。見知らぬ猫のカバンこっち側にも置いとくか、見知らぬ猫のカバンを置いておく。あとこのカフェのパラソルの下に何かしら1個椅子を置いといてあげたい。ナチュラルなガーデンチェアしかねえや。あ、でも似合うんじゃない、ナチュラルなガーデンチェア、色合いもさ。このカフェのパラソルな、いやこのパラソルだけじゃなくてテーブルの色も変えれたらよかったんですけど、さすがにそううまくはいかんかったんだな。いやどこのカフェの部屋にも似合う気がする。これな、シナモンのやつ、これしかなかったんですよね今まで。看板って言えや、それが新しくよ、スタンド看板だの、あとポスタースタンドだの、すげえよな、いろいろ出てきた。このポスタースタンドとかもいろいろとね変えることができるんですよね。見ていきますか。これのねいいところは、ポスタースタンドですね、ポスター変えれるところですね。すごくない？絵画展、アート展、ジャズライブ、アート展とか似合いそう、コンサート、そしてミュージカル、映画、写真展でパターンを選ぶとか、まあ、スタンド看板だったらいろいろありますよ。洋食、中華料理、寿司、ハンバーガー、ソフトドリンク、パン、アパレル、フリー、パターンを選ぶとかあります。フリーいいねっていうのが今回の内容でした。ぜひぜひ皆さん、たくさん家具が登場しています。9000種類です。まあね、毎日毎日たぬき商店確認するのもよし、匠ライフを確認するのもよしで集めてみてください。そんなこと言ってたら今まであった家具しか出てこないのな。厨房の調理台ぐらいか。まあ、もしくはね、匠ライフのナッティさんに話しかけて、
まあ、一度ね使った家具を取り寄せることができるから、まあ、そこでね皆さんゲットしてみてくださいというのが今回の動画の内容でした。千歳飴ですね、今日から追加されております。あとね日替わりは見ておいてください。いや日替わりのね商品もたくさん追加されてるっていうのもあるし、まあ、千歳飴もね今日から追加となっております。11月20日までですね、お忘れなく。今回はこの辺でやっておきます。バイバイ。